アスタルテとロストルム、煉獄門の左右を守る悪魔どもか。いかに守護騎士といえど勝ち目がないのは明らかだろう。彼女を守るためにもどの道が君にふさわしいのか今一度選び直す気はないかね。ケビン、耳を貸す必要なんてない。私なら大丈夫だから。白面に加えて高位の悪魔が2体も相手か。ま、確かに万が一の勝ち目もないかもしれん。今までの俺やったらな。何？その聖魂の光は、これは俺の聖魂が本来持っていたもう一つの顔。今までの俺には決して見られへんかった。なんだと。おおきに白面、あんたの誘いを断れたおかげで俺は少しだけ自分に自信を持つことができたらしい。悪いけどこの力このまま試させてもらうで。犬が、いいだろう。付け焼き刃の力ごときでこの白面をしのげるか試してみるがいい。